今日はねもう午前中ずっとなんかいろいろ自分のやりたいことをやらせていただいたんですが、家族とねお腹すいたいうことで家族と一緒に小沢ラーメンにやってまいりました。僕ね最初にちょっと言うとこうと思うんですけれども、好きな食べ物嫌いな食べ物好き嫌いはないんですけれども、ラーメンは食べないんですよ。カップラーメンは食べるんですけれどもね、ラーメンは食べない。わざわざ自分でラーメン屋さんに行ってラーメンを注文するなんてことはまずないですね。嫌いではないんですよ。まずいって感じることもないですね。むしろうまいですよね、普通に。でもラーメン屋でラーメンを食べるというその習慣がないですね。もし誰かとラーメン屋さん入る羽目になってしまったとしても、必ずラーメン以外のね、まあ、チャーハンとかチャーシュー丼とか餃子とか唐揚げとか、そういうラーメン以外のものを注文させていただくことになってしまうんですけれども、いやこのラーメンうまいからぜひ食べてみてとか言われたらちょっと苦痛ですね。まあ、というわけでラーメン屋さんに来るということは全くないんですが、ここ小沢ラーメンはコンセントもねありますし、充電もできますからね。ビールも飲めるし、海風を感じられるテラスもありますしね。店員さんもみんなハッピーでついつい来てしまうんですよね。小沢ラーメン、いろいろメニューあるでしょう。いろんなラーメンありますよ。味噌ラーメン、つけ麺、つけ麺はいけますね。それからカレー、カレーライス、ね、そしてもうカレーもいっぱいトッピング種類あるじゃないですか。ここ実は唐揚げがうまいらしくて、唐揚げメニューもねすごく充実しているんですけれども、カレーも唐揚げカレーとかね、丼も唐揚げ丼とか、おチキン南蛮いいですね。お親子丼ですよ、親子丼75バーツ、ここの丼めっちゃうまいんですよね。特に僕好きなのが、うな丼、パタヤでうな丼食べれるとこ結構あるんですけれどもね。あ、チャーハンもありますね。トッピングもいろいろあります。このトッピング頼んでビール飲みながら食うっていうのも好きなんですけれどもね。まあ本当ラーメンは食べたことありませんけれども、大好きなお店、いろいろ注文してみました。油そば、あそうそう、ザルラーメンっていうのがね僕すごいおすすめなんですけれども、それから親子丼ですね、そしてこちらがうな丼。そうそう、僕実はラーメン、熱いラーメンは食べないんですけれども、冷たいラーメン、そのザルラーメンとかね、あれは好きなんですよ。まあでもね、ここのザルラーメンうまいっすよ。外と中のテラスどっちがいい言うたら中の方がいい言うんでね、ちょっと中のテラスで楽しませていただいておりますけれども、今日はねそもそも親子丼が食べたいと家族で盛り上がってここに来たんですけれども、実は長女が唐揚げ大好物らしいんですよ。もうねここイギリスとかカナダと比べたらもう激安ですから、娘たちも感動しまくってね、もう腹いっぱいで、またしてもその隣のね、隣にアイスクリーム屋さんあるんですけれども、デザートは別腹ということでやってまいりました。ここはアイスクイーンっていうんでしょうか、この小沢ラーメンの隣にあるね、ここで食後のデザートにコーヒーアフォガードを楽しませていただこうということでやってまいりました。ここもねアイスクリーム以外にもケーキとかいろんなデザートあって、かなり楽しめますよ。結構おしゃれでしょう。で結構遅くまでやってるしね、涼しいし快適で居心地がいいんで、ちょくちょく来させていただいてますね。僕はねアイスクリームが好きっていうよりも、ラムレーズンが好きなんですよね。ラム&レーズン、ちょっと今日もねここでラムレーズンでコーヒーアフォガードを作ってもらおうかな思いまして、もう本当にたくさん種類ありますからね。でこのアイスクリームがねたくさんあるんですけれども、その隣に、ケーキもねたくさんありますよ。ケーキこれほらめちゃめちゃうまそうでしょう。アイスクリームケーキもありますしね、普通のバースデーケーキなんかもここで買うことができます。誰かのお誕生日の時なんかね、ここで買ってプレゼントを持っていくのがいいですよね。じゃあちょっとメニュー見ておきましょうか。可愛らしいペンギンさんがついてますけど、アイスクイーン、ちょっとメニュー見てみると、よしこんな感じ、なんかこのお姫様の物語があるんでしょうかね。本当にたくさんの種類のアイスクリーム並んでおりますけれども、アイスクリームを使ったデザートなんかもすごく種類が豊富で、こういったやつね、それからパフェですね、パフェめちゃくちゃボリュームありますよ。もうさっき小沢ラーメンでねちょっと食べ過ぎましたので、なかなかお腹いっぱいで、まあ、子供たちも腹パン腹パン言っておりますけれども、ここのアイスクリームメニューもね見てたら、そのこれ食べるだけで腹パンになってしまうんちゃうかなっていうようなメニューが盛りだくさん。
まあでもね、本当デザートは別腹ってよく言いますけれども、見てるうちにね、どうしてもまた食べたくなってきてしまうんですよね。まあちょっと多かったら一緒に食べたらええやんなんて言いながら、パフェも頼もうかなんて言っておりますけれども、それにしてもね、これでかいですよね。うん、ホットケーキやパンがついたようなメニューもありまして、ありましたありました、コーヒーアフォガード、僕はこれをね狙っているんですが、もうショールームの中のケーキ見て、もう娘たち大喜びですよ。これ大喜び、目の色変わってますね。やっぱり女の子はね、このケーキとかアイスクリームとかデザートが大好きなんでしょうか。まあ本当ね、お腹いっぱいになることがなかったら全部食べたいっていうぐらいの勢いですよ。もう選んでる段階からハピ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 オーラ出まくりですね。悩み抜いた挙句、ダークナイト、そしてレモンタルト、こっちのチョコレートのやつが、これがダークナイトというらしいです。そしてアフォガードですね、これはチョコレートチップアイスクリームのアフォガードかな。そしてパパはラムレーズンのアフォガード。いや、このねアイスクリームにコーヒーをかけるこの瞬間、くー幸せですね。もうほんと僕ね、もう無性にラムレーズン食べたくなる時あるんですよ。でも家族で来てたらいいですよね。いろいろとこうちょこっとちょこちょこっと試しに食べてみて、うん、意外とこのねチョコレートのダークナイトも美味しかったですね。ほんでまたこのレモンタルトが格別、